どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスのハフ、こちらの新規入会キャンペーンが強化と、このね、月額制宿泊サービスのハフはコインを使ってね、宿泊するわけなんですけども、このコイン数がですね、24時間限定で 10% オフになるね、キャンペーンが来ておりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このね、月額制宿泊サービスのハフはですね、私の動画でね、何度か紹介させていただいておりますし、実際ね、私も利用してね、宿泊させていただいているサービスなんですけども、まあ、こちらはですね、旅のサズブスクなんていう風にね、言われておりまして、月額制でお金がかかってくるサービスになるんですよね。で、お金を払ってコインをもらって、そのコインを貯めて、ホテルね、宿泊していただくわけなんですけども、やりようによってはですね、かなりね、お得にホテルね、利用することができるっていう風になりますんで、個人的にはですね、結構おすすめっていう風になっております。で、おすすめはね、させていただくんですけども、ずーっと利用するとね、この月額制宿泊サービスのハフね、結構お金がかかってくるっていう風になりますんで、今回ね、新規入会キャンペーン強化、またね、必要コイン数ね、割引のね、キャンペーンが来ているっていう風になりますんで、こういったタイミングで入会していただいて、利用していただくっていうのはですね、非常にお得っていう風になりますんで、利用してみたいとかね、気になってたっていう方はですね、かなりね、いいキャンペーンっていう風になっておりますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、新規入会キャンペーン強化をね、やっておりますので、そちらの紹介からね、していきたいなと思います。もっとお得にもっと自由な旅をということで、初月 70% オフキャンペーンが2月4日まで行われるっていう風になります。で、こちらね、いろいろね、書いてあるわけなんですけども、今回ね、キャンペーン3つ打たれておりまして、初月 70% オフですね。こちらね、前回も一緒だったと思うんですけども、この9800円で300コインね、もらえるプランが、初月2940円で利用することができます。2ヶ月目以降はですね、こちらね、スタンダードプランがね、この9800円が今回ね、2940円になってるわけなんですけども、2ヶ月目以降からは9800円に戻るっていう風になりますんで、もし利用されたいっていう方は、こちら注意してください。で、二つ目ですね、紹介キャンペーンも強化がされておりまして、今回のキャンペーンに入会していただくと、スタンダードプランで、2940円で300コインがもらえて、紹介コードね、概要欄に載せておきますので、そちらね、利用していただくと、ね、300コインがもらえるっていう風になりますんで、300、300で、600コインがね、獲得することができるキャンペーンっていう風になります。これだけでもですね、本当にドミトリーとかだったらね、3泊とかできると思いますし、普通のホテルでもね、1泊が2泊ね、利用することができるっていう風になりますんで、結構いいですよね。2940円で2泊とかね、できたら結構お得ですよね。で、3つ目なんですけども、こちらね、毎回やってるんですけども、コインがお得に買えるということで、このね、コインって高いんですよね。ですので、一応 20% オフで購入することはできるんですけども、基本的にお勧めしておりません。基本的にはこのね、新規入会キャンペーン強化のタイミングで、紹介コインと、初月のコインでね、利用していただいて、2ヶ月目以降は、まあ、気に入った方はね、続けてもいいと思うんですけども、利用していただいたらですね、2ヶ月目以降は休会で、また利用するときに再開していただくっていうのがおすすめっていう風になります。で、このね、ハフ全然わかんないですよっていう方もね、中にはいらっしゃると思いますので、簡単にね、紹介させていただくと、まずね、このね、月額制宿泊サービスのハフっていうのは入会していただくとですね、お金を払ってコインがね、もらえます。そのコインを使ってホテルを予約していただいたり、ホテルを予約した状態で、JAL のね、航空券とかもこのコインでね、支払うことができるようになります。で、このね、航空券に関しては基本的にね、コインで予約することができることはできるんですけども、まあ普通にね、私のチャンネル見てる方はですね、マイル貯めてる方はね、ほとんどだと思いますので、まあこちらに使うのはね、基本的にもったいないっていう風になりますんで、こっちはマイルで発券していただいて、ホテルでね、ハフの、コインをね、使っていただくのがおすすめっていう風になります。で、このね、ハフのおすすめポイントなんですけども、まずね、国内外のホテルがですね、利用することができます。日本国内だけでなく、韓国、台湾とかね、またね、今ね、ハワイとかもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ハワイはね、ちょっと必要コインが多かったりするんで、課金しないと多分無理だと思うんですけども、まあ、韓国とかね、台湾とかだったらですね、結構ね、お得に利用することができる。またね、国内でもね、かなりの多くのね、宿泊施設登録されているっていう風になりますんで、こちらはね、非常におすすめのポイントですね。韓国とかでね、私利用してきましたけども、非常に良かったですね。で、二つ目ですね。土日祝日も同じ価格ということで、
このハフはですね、コインを使って宿泊するわけなんですけども、土日祝日のね、宿泊でも同じコインで利用することができるっていう風になります。ですので、まあ今からであればですね、春休みとか、まあゴールデンウィークとかですね、すべてね、同じ必要コインで利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、非常におすすめポイントです。で、三つ目ですね。めちゃくちゃいいのはね、やはりこれなんですよね。前日までキャンセル無料。こちらね、すべての宿泊施設が前日までね、キャンセル無料で利用することができるっていう風になりますんで、予定していてね、利用することがね、できなくなってしまったみたいな時もね、前日までキャンセル無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ私みたいにね、子供いらっしゃる方はですね、いつね、子供って体調崩すかわかんないところあると思うんですけども、こちらね、前日までキャンセル無料なんでね、非常にいいですよね。で、またね、すべての宿泊施設ということで、こちらね、海外も対象なんですよね。これも結構大きいですよね。このキャンセルがね、前日まで無料にできるっていうのは非常におすすめです。で、こちらね、あと4と5ね、おすすめポイントで挙げられてるんですけども、一応ね、ずっと使うとね、最大 10% オフで貯められたり、またね、コインがお得に貯められたりっていうのはね、まあ、あることはあるんですけども、まあ、こちらはね、そんなことがあるんだぐらいでね、思っといていただければっていうところですかね。まあ、こちらね、ずっと続けていくとね、まあ、安くはなるんですけども、高いんでね、このハフっていうのは基本9800円、安いプランだと2940円か2980円なんですけども、まあ、ずっと続けていくとね、結構高額になりますので、まあ、ずっとね、有料会員でなるっていうのはあんまりね、お勧めしておりません。で、こちらはお得に貯められるっていうのはですね、まあこれもね、継続してないと利用することができないっていう風になりますんでね、まあ基本的にはこの上の3つがね、非常におすすめポイントっていう風になります。で、もう一つね、おすすめポイントは、お友達と割り勘で予約できるということで、これもね、結構いいですよね。400コインのね、必要のホテルで、自分が200コイン、相手が200コインで合計400コインみたいな感じで、利用することもできるっていう風になりますんで、こちらもね、結構おすすめポイントです。このね、貯めたコインっていうのは、まあ、今回のキャンペーンでね、入会して合計ね、6600コインね、獲得することができますよね。で、今ね、獲得はしたいけど、すぐ使わないっていう方いらっしゃると思うんですよね。まあそういった方は600コインがね、休会っていうお休みプランっていうね、無料のね、会員に移行することもできるんですけども、まあそうなってもね、コインなくなったりいたしませんので、基本的にこの貯めたコインっていうのはね、有効期限ございませんので、ログインさえすればですね、なくなったりね、いたしませんので、コインがね、なくなっていかないっていうのもですね、結構おすすめポイントの一つっていう風になります。今回ね、初月9800円かかるところが2940円で始められて、またね、300コインと、紹介ポイントのね、300コインで合計600コイン獲得することができるっていう風になりますんで、これからの先ね、春休み等々で、利用、ホテルね、利用される予定のある方はですね、かなりね、おすすめっていう風になります。で、またですね、こちらね、今後ずっとやっていくのかどうかちょっとわかんないんですけども、8月9日はハフの日ということで、24時間限定でタイムセールがね、行われております。3月の宿泊の予約がさらに 10% オフということで、24時間限定ですね、1月の18日、本日と1月の28日ということで、この2つの日だけですね、10% オフで3月の宿泊ね、利用することができるっていう風になりますんで、もしこの動画を見てですね、ハフね、ちょっと入会したいっていう方は、まあ、今日ね、入会して予約していただくか、まあ、1月の28日日曜日、入会して予約していただくかっていう風になりますんで、この2つの日でね、予約していただければ、10% オフでね、利用することができるっていう風になりますんで、もしね、入会検討されている方はですね、ぜひね、このタイミングで利用していただくのはね、おすすめっていう風になります。まあ、このハフはね、コインがないと宿泊することができませんので、まあ、このコインがね、10% オフで利用することができるんだったらね、まあ、かなりいいのではないのかなと思います。で、予約期間がですね、1月の18日、0時から23時59分まで、1月の28日の0時から23時59分までということで、この2つの日にね、予約していただければ 10% オフでね、予約することできるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。入会されて予約されているか、される方はですね、ぜひね、このタイミングで利用してください。で、対象宿泊期間ということで、この 10% ね、割引で利用することができるのは3月の1日から3月の31日までということで、宿泊期間がね、決まっているっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、割引率はですね、こういった形になっておりまして、入会したばかりの方はですね、こちらになると思うんですけども、10%
20% オフ。ずっとね、利用されている方は 20% オフでね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常に強いですよね。まあでもここまで来るとね、本当にかなりの額ね、ハフに課金しないとなれないっていう風になりますんで、あんまりね、おすすめはね、できないかなっていうところですかね。で、次にですね、先ほどちょっとね、さらっと紹介させていただきましたけれども、今ね、この2940円で、スタンダードプランがですね、初月、利用することができて、300コインね、獲得することができるんですけども、紹介コードを入れていただくと、さらにね、300コインがもらえるっていう風になりますんで、合計ね、600コインがね、獲得することができるっていう風になります。ですので、これからね、入会される方はね、紹介コード、確実にね、入れていただいて、こちらね、取りこぼさないようにしていただければなと思います。で、こちらのキャンペーンは1月の18日から2月の4日までっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね、まあ1月の18日がですね、1日ね 10% オフねやっておりますんで、まあ今日か1月の28日か、まあどちらかにね入会して予約ねしていただければなと思います。まあこういったところですかね。で、次にですね、まあ実際ね、どんな感じで宿泊できるのかっていう話なんですけども、まあこちら PC サイトだとね、こういった感じで300コインから今回ね、最大で600コインまで獲得することができると思いますので、まあこんな感じでね、検索することができます。エリアね、見ていただいて、コイン数ね、設定していただければですね、ババッとね、見ることができるっていう風になりますんで、これからね、旅行を検討されている方はですね、ぜひね、こちら、利用してみていただければなと思います。このね、300コインのね、ところでもですね、今回ね、600コイン獲得することができて、10% オフでね、予約できるっていう風になりますんで、600コインでね、だいたい2泊ね、利用することは全然できるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。本当にドミトリーとかね、まあそういったものであればですね、もっとね、少ないコインでも利用することができるっていう風になりますんで、はい、最初はね、75コインとかでね、宿泊することができますんで、まあこれも、どこだろう。これも一応東京都墨田区なんでね、そんなに悪い場所はないですけども、まあこういった感じなんですかね。はい、それでもね、75コインで宿泊することができたり、まあこれも多分ドミトリーだと思うんですけども、そうですね、100コインでドミトリーで、個室だと250コインみたいな感じで、ドミトリーでも良ければですね、今回600コインね獲得することができるっていう風になりますんで、まあ普通にね6日間宿泊することができたりもねいたしますので、まあ人によってね宿泊スタイルは変わると思うんですけども、今回ね600コイン獲得することができるっていう風になりますんでね、かなりねお得に利用することができるのではないのかななんていう風に思います。またね星野リゾートのね、OMO とかも、大衆ホテルにね、入っているっていう風になりますんで、まあこちらね、東京ですけども、札幌とか那覇とかね、結構大阪とかね、結構いろんなところにあるわけなんですけども、まあこちらもね、利用することができますし、前回私がね、利用させていただいたインターナショナルガーデン成田とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、空港に行くね、成田空港の全泊とかでね、利用していただくのもね、結構おすすめです。まあ、これでね、2940円で利用することができるんであれば結構良くないですか？まあ、私はね、結構飛行機に乗るね、毎泊とかでね、利用することも結構多かったりいたしますので、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、月額制宿泊サービスのハフがですね、新規入会キャンペーン強化と1月の18日と1月の28日にですね、10% ね、必要コインね、下げるキャンペーンをね、やっておりますので、解説させていただいたわけなんですけども、このね、月額制宿泊サービスのハフね、本当にずっとね、有料会員になるっていうのは基本的にお勧めしておりませんので、この点はね、本当に注意していただければなと思います。もちろんね、継続すればするほどコインはね、もらえるわけなんですけども、こちらね、ずっとね、課金し続けるとね、2940円でも年間ね、3万超えてくるっていう風になりますんで、まあちょっとね、お金もったいないのかななんていうふうに思いますので、まあ何度もね、言ってると思うんですけども、まあ基本的にはですね、新規入会キャンペーンでね、強化されている時に入会していただいて、その時ね、使っていただくのはですね、非常におすすめっていう風になりますんで、まあ気に入った方はね、いいと思うんですけれども、まあ基本的にね、ずっと続けてるとね、結構お金かかってきてしまうっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。最近ね、LINE 公式アカウントで、
プライオリティパスのね、付帯しているクレジットカードのおすすめの PP 診断であったり、マイル診断、ポイントサイト診断なんかもね、始めましたので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。